はい、今回から、ドリームガールプルミエやっていきたいと思います。まあ、ガルもね位置も落ち着いたんでちょっと新しいゲームやりたいなということで、初めから、はい、何これ、え、そういうことできるんだ。でもさすがにしないなんか良くないでしょ、やっぱりその、なんかこのゲームね、もともと気にはなってたけど、縦画面っていうのにちょっと懸念してたの。でも、まあ、ガルも位置がね縦画面だったしっかっていうことで、何プロダクションに向かいましょう。あ、私モデルか何かなの。あ、出た。だいたいこの手のね動画のパート1は顔を選ぶことで終わるから、やっぱきつめに行きたい。あ、結構でもいろいろあるね。これかな、これちょっと違うよね、これじゃない、口の形。ちょっと可愛くないやつは多いね。これ嫌じゃない、めっちゃぶりっこ感ある。なんかシュッとしたのがない、シュッとしたの、これかな、眉の形。シュッとしたのがいいんだけどな。これなんかちょっと眉なさすぎない、ないのもないで嫌よね。どうしよう、まあいっか、これで肌の色。ちょっと美白でいこうかなとか思ったけど、ちょっとこれ白すぎて怖い。普通でいいのよね。これちょっと白い。画面、なんだろう、パソコンに映ってる画面で見るとそうでもない。これぐらいが美白なのかな。ほくろ、あ、ほくろね、あれなのよ。私ちょっとつけたい派なのね。目の下にさ、ほくろあった方がちょっと可愛かったりしない。輪郭、ふっくらっていうレベルじゃないよね。ふくよかだよね。大人、キュート。大人とシャープの差がわからない。シャープにしよう。細くいきたい。バランス、そういうのも選べるんだ。大きい、普通かな、いや普通かな、いや普通かな。髪の毛とかは選べないのかな。あ、選べる選べる、嬉しい。あ、結構多いね種類。私の好きなのあるかな。ショートにはないんだろうね。ロング。きたー。あー、でもなんか前髪もまあまあ、まあまあじゃない。あ、こっちかもしれない。結構あるよ、なんか。いや、なんかこの辺は嬉しいね。やっぱ髪の毛がいっぱいあるだけで、だいぶ嬉しい。どっち？こっちかこっち。こっちだよね。前髪パッツンがいいから。で、ヘアカラー。スペシャルカラーって何？自分で選べるよってことね。なるほど。別にかな。で、アレンジ。やだ。すごいな。でもいいんじゃない？こんなにね、種類あったらね、楽しいよね。私はこれにしかしないんだけど。はい。はーい。あ、ちょっと待って。こうやって、なんかさ、その、パッと、なんていうの、顔近かったからさっきまでなんか良かったけど、遠くなるとちょっと怖いね。どうしようか。なんか、可愛くない気がする。
あ、この服かわいい。じゃあトップスこれで、なんど見にくいな。これね。おあ、でも結構いろいろ最初にしては、あーでもなんか悩むな。なんかこれ検索とかできないのかな、なんかクールとかできないんだろうな。まだ最初だもんね。最初からそこまで求めちゃダメよね。あーごめんなさい、ごめんなさい。あー下脱いじゃったよ。どんどん脱いじゃうちょっとスカートそんなに可愛くない。ちょっと柄いらないな。なんか結構アイテムあるラッキーと思ったけど、そうでもないかもしれない私の好み。え、一緒に着ることはできない。あー、ちょっと私の好みではないわね、全体的にね、ワンピースは。嘘、どうしよう。どうしますどうしますって言われてもね。で、回すってできないの？これ、回したい。キャラクターを、あ、動く動く、なんか。動く動く、これの黒、あ、かわいい、これにする。足も確定ね、これね、はい、足絶対これで。なんかね、これ黒ないのかなないね。そうか、黒ないならまあもうなんか何でもいいや。まず普通の服選ぼう。なんかそんな、あ、これこれにする。ちょっとこのなんかフリフリが気に入らないけど仕方なしよね。だってないもん他に。これちょっと質素じゃない。これはね、なんかなんだろう、ちょっと私の趣味ではないかな。これかな。でなんで一緒に着れないの謎じゃない？これにスカートってなんで無理なのちょっとそこだけ教えてほしい。なぜこれにスカートは適用しないんだろう。あ、フリーだから、広がってるからダメってこと？そういう認識でいい？じゃあどうしよう。選択の余地がないわね。でも最初からさ、やっぱパーフェクトを目指してもダメよねと言いつつもね、って言いつつも、いやちょっとダメだな、パンツはダメだわ。ここで尺使いすぎじゃないっていう。ごめんなさい、悩んじゃうのよ。これにしよっか。もうなんかちょっと黒じゃないけど、いいわよいいわよ。てかあれよね、私のこうさ、こういう動画をこれが初めて見たよって人はさ、何この人はこんなに黒に執着してるんだと思われちゃうよね。黒が好きなんですよそれだけは言いたい。やだやだ、あんま可愛くないわね。あ、こういうの大事よ。あ、そうね。ちょっとなんかもうちょっとないのかなこれでいいか。もうクロスクロスクロス、あ、もうこれでいいや。で、バックね、バック持たせれるのいいね。わ、なんかポーズしてる。あ、なんか持ち方2種類があって、それはいいなと思うね。
ただ私の好みではないバッグが多すぎるかなと思ったけど、なんだこれ、これじゃあ妥協よ、これ何ラウンドハンドル、ちょっとわかんないけどこれでいいや。これ何、すごい、ベルトなんて選べるんだ。あ、ポイント高いね、これはポイント高いわ。見えないけど、あ、やだやだ、ごめんなさい。服がなくなっちゃった服、まだ操作に慣れてないってね。オッケー、はい、どう、だいぶ、あ、可愛くないね、可愛くない、私ちょっと私って何これ、さなえ今日からうちに来る新人の、あ、新人のモデルさんなのね。ちょうどこのプロダクションで一番人気の先輩がいるから彼に教えても、彼なんだ、男？恋するの？なんかこのゲーム恋できるらしいよね。私そういうのやりたい。あ、凌介。すごくかわいいね。いきなりそれを言ってくるのはちょっと。向こうの名前は、安倍凌介？君のプロフィールを作ろうね。ちょっと他のメンズ、相手が不快になる内容はダメらしいわよ。名字いるんだ。この手のゲームやるときは、大体名字はね、ちょっと待ってよ。これにしてる。全然本名ではない。でも、あ、この世界ってみんなカタカナじゃないのか？ひらがななのかな？ひらがなゆうたちゃん、ちょっと違和感ない。まあいっか、みんなひらがななんでしょ、だってこの世界。でもカタカナにしよっか、全部消す。オッケー、誕生日ね、はい。これリアルです。え、出身地はどこ、まさかの、そんなとこまで聞く。出身地だもんね。現在住んでいる場所ではないもんね。出身地はここだね。わからないっていうのもいいね。B 型です。すごい。超個人情報。はい、出身地だからね。今は別に岐阜に住んでないんでね。君にぴったりで素敵な名前だね。本当にそう思ってる。次は宣伝用の写真、ポートレートを作ろうね。ちょっと私、歪みすぎかな。なんか、本当にそう思ってるとかね。何すんの？なんかだから、こう見ると可愛くないんだよな。あ、なんか、動くね、ちゃんとね。クールなポーズないの？クールなポーズ。足の角度が今の嫌。あ、ポーズこれだけなの？じゃあこれかな。このハッって感じ。ハッっていうね。表情。表情わかんなくない？これ寄れる？寄れはしない。寄れはしないらしいわよ。何がいいかな。これ何？怒ってるか悪い。信じられないよね。あえて怒ってる顔にする？なんか、いや、そんな安くないわよ、私、みたいなね。はい。めっちゃ怒ってる。ほら、あー気に入らない、みたいな。あー、かわいい、かわいい。ね、こう見ると可愛いよね。なになに？写真一枚だけ選んでください。おー。これかな。
だってこれ嫌じゃない？よくわからない。カバンいらなかったかな、このなんかわけわかんないカバンね。取りたいカバン。あ、こういうのもできるの？おうおう。サイズ？あー、めっちゃアップにできる。え、アップにした方が可愛くない？ね、可愛いよね。オーラとかあるよ。ちょっとダークなオーラ出していきましょう。うおっ怖いオーラ出して背景を、あ、いいじゃん。あ、結構このゲームなんかさ、私のしたいことを選ばせてくれるね。デコフレーム、へえ、え、かわいい。え、どうしよう。なんかドクロとかないの？ちょっとドクロはないわよね、そりゃね。あっても困るしね、大体ね、ドクロ。あー、そうね、いろいろあるな。こういうの凝っちゃう人なのよね。あ、バラありだね。なんかちょっと大人女子みたいなの行きましょう。デコパーツ。こういうの貼れる系か。ドクロないの？ないわよね。うん、ないね。あ、惜しい。なんか動物とかあるからワンチャンかなと思ったけど、あ、ある、すごい。え、何これ、どうしたらいいの。ついたついた。え、なんかハートあるんだけど、いらない。これどうした、どうして捨てるの。え、これ捨てる方法。あ、消す。なるほど。うわ、センスがね、問われるわね。ちょっと黒いからもう見えないわよ、だいたい置いてもね。ほら、カバンの上にドクロ置いとこう。このドクロいらないな。ちょ、ドクロありすぎじゃない？今思ったんだけど。あ、私そんなに押した？めっちゃある、めっちゃある。いらないな。めっちゃある。この超可愛くない？ちょ、このドクロいらん。え、ちょっと消して。え、超どこ行った？これ可愛い。こういうのちょっと本当に凝っちゃうからな。いいとこでやめとこう。はい。え、可愛くないか。自信しかない自分に。まあいい写真よね。それ私も思う。さなえさんちょっとちっちゃいのかな。早速お仕事してもらうわよ。出版社にがついてきて。いきなり仕事させるなんてちょっとハードじゃない？また後で会おうね。メンズね、何人かいるのよね。あ、今セーブ入ったね。どうしようか。もう一個ぐらい、続き行こうか。さすがにまだ早いよね。はい。ここ女の子に一番人気のファッション誌、ここは。まあ、ニコラみたいなものよね。エタちゃんにはまずココアの雑誌のお仕事をしてもらおう。でもいきなり雑誌の仕事って結構いい仕事じゃない。プロダクションに入った新人モデル、うん、みゆき編集長なんだね。すごく可愛いから、すごく可愛いって言われちゃう。どうしよう。出版社での仕事のことはみゆきさんにお仕事。はい。ファッションページの記事を作ってもらうのが、え、記事を作るの？最初の記事はワンポイントから始めましょう。ねえ。なんかいっぱいあるよ。すごい。楽しい。仕事はワンポイントの、うん、はいはい。テーマに合ったコーデお願いね、だって。まさかのだわ。あ、こういうのあるんだ。へえ。
スイートなアクセサリーでコーデを完成させてね。スイート。スイートって私のタイプかな。大丈夫？え、アクセサリーだけ？え、これかわいい、これがいい。え、待って待って。あ、やっぱそうなんだ。全身は選ばせてくれないんだ。なんかさ、だって今の服にさ、今のネックレスって全然合ってないと思うのね。え、やだ、服がやだ。服捨てたい。服に対する絶望感がすごいっていう。もうね、この服じゃ何のポーズしても決まらないわ。どうしましょう。ちょっとふざけていく？あ、もうこれでいいわよ。はい。適当よ、もうこうなってきたら。怒りたいな、今度こそ。でももうさっき使っちゃったからね、怒るわね。これにしよう。何よこの服っていう顔ね。ちょっと私の趣味じゃないわっていう。ほら、あーっていうね。なんかあれだよね、あの笑、全然笑わないからさ、そういうモデルあるよね。今の写真から1枚選んでね。はーい、まあこれだよね。ページをレイアウトしてね。あ、レイアウトは評価されないらしいわよ。今時ずる変わっていく。なんだこれは。え、でもか、今回のってさ、だってあれでしょ、そう、なんかさ、ネックレスというかさ、それがさ、メインのあれでしょ。だったら別に全身映す必要は全くないと思うのよね、私。で、この文字や、これしかないの？うわぁ。うわぁ。ここはちょっとさ、ダークオーラを出すのはちょっと違うわよね。ちょっと薄い色でいきましょう。背景が、どうあがいたってなんか、こういうのでいくしかないじゃない？その、もう可愛いのでいきましょう。顔は怒ってるけど、なんか私のできる最善のぶりっ子みたいな。デコパーツがね、いまいちね、私まだちょっと使い方がわからない。こういうこと？いまいちこれわかんないのね、私。あなた、こういうことじゃない？うわ、クソダサい。やばくない？超ダサいんだけど。でもまあいっか。どうしましょうね。マジでセンスが問われるのちょっと私苦手かもしれない。もっと派手派手しくした方がいいのかな、本来は。その辺どうなんだろう。これやってる人いるかな、教えてほしい。なんかどの程度派手にしたらいいよみたいな。めっちゃダサくない？最高、本当に。まあ最初だから褒めてくれるよね、それはね。でもこれで8000円なんだ。やっぱり新人っていうのは厳しいものがあるわね。え、800人もいきなりファン増えたの？みんな私のことめっちゃ好きじゃん。簡単じゃない？
iPhone つくの、ギャランティーがちょっと少ないわね。ここのゆうたちゃんめっちゃ可愛いけどな。自分の好きなタイムでセーブしたいですか？はい、したいですやっぱね、どうしても動画撮ってるとね、したいよね。これはでもどこでセーブする？あ、ここだ。なるほどね。はい、なるほど。はい、ということで、じゃあ今回はパート1はね、こんなもんで終わろうかなと思います。いや、なんかやれることがね、このゲームすごい多いから楽しいねただちょっとやっぱりね、デコるのが苦手だね。プリクラとかも私デコれないタイプの人なのよ何をしたらいいのかなっていうはい、じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。バイバイ。